おはようございます。10月12日第415回ポコナカワイアニマルラジオになります。ちょっとなんか微妙に体調を崩してる感じで喉が痛いなっていう程度なんですけど、まあやっぱりこの、ね、寒暖差でちょっとやられてしまったのかもしれないですけどね。皆さんも気をつけて、お過ごしください。今日はね、レッドベリーのクラウンです。ちょっとなんか甲羅が汚れてるのか成長するとこうなるのかっていうのがちょっと正直わからないんですけど、なんか変な雰囲気になってきましたね。これはどうなんですか、一回剥けるとまたバリッとなるんですかね、ちょっとわからないんですけど、黄色い部分が薄茶になったんですけど、薄茶の部分があのなんていうんですかね、模様がずれてるっていうんですかね、もともとの下にある模様がなんか下ちょっとずれてるような雰囲気で、茶色くなってるんですよね。これ、成長するとどう化けるのかっていうのがすごい気になるところなんですけど、そして、白底にしてからやっぱり、ね、色がね、あのなんていうんですか、ぼやっとなったというか、まあ、ちょっと不思議な発色をしています。まあゴールデンフレームもそうなんですけど、オレンジが強かった部分がね、黄色っぽくなったりするんで、やっぱ白いところに入れると明らかにね、様子がおかしくなるなって。まああとは模様はね、顔と手の模様も明らかにね、他のレッドベリーと違うので、肌のね、変異がすごいよねっていう話をされてたんで、まあこういう感じなんだなっていう。アダルコット個体をちょっと見たことがないのでね、正直どうなるのかまだわからないので、まあ、餌食いはすごいいいんでね、どんどん食わして、もっと伸ばしていこうと思っています。まあゴールデンフレームにね、どうしても注目が行きがちなんですけど、違ったね、こういう広がりのねモルフっていうのを見ると、まあ、さらに良さが僕は分かるんじゃないかなと思っていて、ゴールデンフレームはね、やっぱり単純に面白いなって思うんですよね。今ちょっと出したんですけど、これがスペシャルグルの個体の今成長させてる感じなんですけど、もうちょっと影に入ると黒っぽく見えてしまうんですけど、白底にしてね、明らかに色が薄いんですよね。白底にするっていうのはありなんじゃないかなっていうのがなんとなく見えてきました。でこいつとクラウンはね、餌食いが良くてどんどん伸びてるんですけど、もう一匹が、まあ、餌食ってるんですけど、まだ成長線がうっすら出てきた程度なんでね、まだ成長の完全なスイッチが入っていないのかなっていうところですね。あとは黄色い部分がどれだけ残るのか、こいつがね、それによって大きくなった時の、ね、美しさっていうのはまた変わってくるんじゃないかなとは思うんですけど、どうなるんですかね。この模様がちょっとずれて薄い茶色い部分があるのがどういう風な色になるのかによって、本当見栄えっていうのは全く変わってきてしまうんじゃないかなと思っているんですけど、まあ、正直何とも言えないですね。まあ今去年の子供のねレッドベリーが何匹かいるんですけど、それぐらいに、ね、なると分かりやすいのかなと思っています。レッドベリーね、多分ビッグレプにもいっぱい来ると思いますし、まあ、お店さんでも並んでるお店さんで結構いっぱいいるんで選べると思いますんでね。で逆にクラウンとかね、その辺っていうのは並んでるお店さんかなり少ないと思いますんで、見つけてね、欲しいなと思ってる人は見つけたら即買いするべきなんじゃないかなと思っています。クラウンね、なんか不思議な色をしてるんですよね。これで本当ね、ここの濃淡、ただもしかしたら白いところに入れて、そのこの模様の部分が薄くなってしまったから、なんていうんですかね、メリハリが今ちょっとなくなっているのかもしれないですよね。レッドベリーも完全にこれね、あっと、勢いな。甲羅の、あの模様の部分の色が薄くなってきているので、ただこういう感じでちょっと茶色い模様が出てきてるんでね、これがどれぐらい伸びてくるのかっていうのもね、ちょっと気になるところですよね。まあ、なるべく伸びないでほしいなっていう。あとは汚れが単純に付着してるのかなっていうのもあるんで、まあ、なんとも言えないですよね。まあ何にせよね、成長によってまた変化がどんどん見られると思うんで楽しみだなと思っています。レッドベリーぜひね、皆さんも気になる方、なんか結構ね気になるっていうんでね、値段とねあれがとか、まあいろいろ話はあるんですけど、まあただ
丈夫だとは思いますんで、うん、買いやすいのかなと思います。値段はまあちょっとやっぱりそこそこしてしまうんでね、なかなか悩ましいよねっていうところだとは思いますけど、まあそれをね、あのあれしても綺麗なカメラだと僕は思っています。なんでね、ちょっと、ね、白底にしてもうだいぶ経つのかな。もう本当ちょっと 本気でちょっと育ててるやつらっていうのは全部白底に変えてしまったので、うん、まああの黒底より白底の方があのいいよねっていう感じではあると思うんですよね。ただ本当にすごいいい効果があるのかはわからないんですけど、ただ黒いところにいるより白いところにいた方があのまあ一応なんていうんですかね、その白いところにいるっていう認識で、色があまり濃くならないんじゃないかなって。まあそれはあの金魚だったり他のカメでも経験してきて、まあ泥ガメ、匂いガメなんかね、白いところに入れておくと本当真っ白になるやつとかいて、でそれ黒底にしたらね、途端にもうすごい模様がバリバリ出てくるやつらがいたりするんですよね。まあ、そう考えると、それがね、レッドベリーにも当てはまるんじゃないかなと思って、やっぱりやってみたら、うん、やっぱりそんな感じのね、傾向が出ているので、まあ、やってよかったなと思っています。じゃ他のカメラもね、そういうのをちょっと考えながらやっていくと、まだ頭部とかもそういうのはね、もしかしたらあるのかもしれないですよね。薄い感じにして色が出て、どうこうみたいなのができたらいいんですけど、まあ難しいかなとは思うんですけど、まあそういうのをちょっと考えながらやってみるのもね、あの日々研究して勉強、ね、やってみるっていうのは楽しいことだと僕は思っているんで、まあそういうことをね、こまごまとやっていけたらなと思っています。でそしてビッグレップがね、あさってから明日設営で僕は納品だったりね、お手伝いでちょっと伺いますが、あそこはね、本当に広くてね、搬入もしやすくて何やるにも楽なんですよね。もう本当イベント会場がみんなああいう感じだったらね、本当楽なのになって、車入れてね、下ろしてても他の車が入ってきても何の苦にもならないっていう。ただ出店者が増えちゃってね、そのうちパンパンになって、いや通路狭くなっちゃったんだよねって話になることはもしかしたらあるのかもしれないですけど、でもそれを差し引いても広いですね。なのでビッグレプは僕はやりやすいんでね、好きですね。まして今腰を悪くしてるんで、なるべく腰に負担がかからないようにね、したいなと思っていますので、そういう感じでちょっとね、いろいろやっていけたらいいのかなと思っています。まあ何にせよね、カメが最近本当イベントに多いっていうのがね、すごい楽しいことで、本当一時期レオパブームの時はね、カメやってる人なんてほとんど、まあカメのお店本当減っちゃってね、カメこんな少ないんだっていう状況で、カメ何もいないよねって言ってたのが、今はね、かなりいろいろな種類がいて、でまあ、あと金額がやっぱり高額なんでね、動いてくれるとお店さんとしても売り上げが立ちやすいっていうのはあるのかもしれないですよね。まあそういうのももろもろで、今カメが多いんでね、イベント行くとすごい楽しめると思います。もちろんブリーダーズイベントも楽しいんですけど、こういうね、ショップさんが入れた、ね、生き物がいるイベントも楽しいので、まあぜひね、関東の方は行ってみるといいんじゃないかなと思います。ということで僕もいますので、ぜひぜひ皆さんのお越しをお待ちしています。ということで今日はこの辺で終わりにします。ありがとうございました。